これだから意志を持つクラフトソウルは嫌なんだ。どいつもこいつも迷惑ばかりかけて。待って、黒猫ちゃん。今度はどうした？帽子が。帽子がなくたって玉座にたどり着ける。行くぞ。黒猫ちゃん待って、帽子を取ったらまっすぐ玉座に行く。もう寄り道しない。だからお願い。ダメだ、もう振り回されるのはごめんだ。これ以上余計なことをするな。僕は玉座のところ以外どこへも行くつもりはない。でもあの帽子お気に入りで、かぶってるととても安心するの。お願い黒猫ちゃん、私帽子を取り戻したい。まったく、また勝手なことを。僕は行かないぞ。そんなに好きなら一人で取ってくるんだな。ありがとう黒猫ちゃん。Thank you.
それで気が済んだか。うん、取れてよかった。嬉しい。たかが帽子だろう。でも、私には意味のあるものなの。これは、私の帽子だから。まったく、何考えてんだか。行くぞ。